イケラのジョジョンです。今回はナビ VS サットですね。ゴールデンハートカップのウィーク2っていうところでまだ予選ですかね。はい。というわけでね、早速やっていきたいと思います。先行はナビの方からピーカスジャンプ入りのルートライダー編成。最近なんかジャンプ入りのルートライダーやっぱ増えましたね。シンクロニックゲーミングがめちゃめちゃ使って強かったっていうところと、なんかレジェンドリーグとかでもね、ジャンプ入りのルートライダー使ってる人がちょくちょく見かけるようになりましたね。ランスロッタとかガクとか。さあ、キングを3時に置きつつ、東海兵士は9時、だいぶ両サイド広げてユニットを出していきました。6時から多分、そうだよね。じゃあ、上か、じゃあ。スニーゴブサイドカットもいる。そうだよね、上だよね。だけど、東海兵士は9時なんだ。面白いことしてるね、これは。全方位にいろんなユニット出して、一気のレイジトーム。12時からはロイヤルチャンピオンも使っていきます。ジャンプはこれ、キングに使いましたね。もうキング、ガントレット打って、この結構厳しい状況に見えるんですけど、ここからまだジャンプで頑張らせると。なんかジャンプなくても十分成り立ってそうでしたが、ここからまだジャンプで欲張っていきますね。ここで奥の長弾大砲とかを、このキングである程度触れるような形をするっていうところと、東海兵舎の役割としてはタウンホールの裏の防衛施設とかを全て削っていったみたいなイメージですかね。これをすることでタウンホールポイズンを受けるユニットがまあ本来は少なく済み可能性があったんですけど、まあ、タウンホールポイズン食らいながら後ろの防衛施設たちに向かうのがまあ結構厳しいっていうところだったんだけど、今回ちょっとトルネードに引っかかったので内側が食らっちゃったって感じですかね。ここからスーパーバーバリアンも入れていって、まあ、あとはカーズのゴリ押しでいけるような状況ですね。ナイス展開。いや、面白いな。いろんな方向から囲っていっての全開でした。あとそうですね、ゴーレム入りもめっちゃ増えてる感じしますね。クイーン外周を歩かせるときにやっぱ盾が欲しいので、まあ、盾ユニットとしてゴーレム採用して歩かせていく。東海兵舎とクイーンを両サイドに置くんだけど、今のルートライダーは、まあ、クイーンパートの盾が必要なので、それをゴーレムで賄うみたいなね、やり方が最近流行ってますが、さあ、ロイヤルチャンピオン東海兵舎同時登場、これ2スタップ感も若干あるんですけど、どうでしょう。まあ、イーグル区画が火力少ないっていうのもあって、もう最初からロイちゃん使ってイーグル先に降りに行こうっていう目的かもしれない。ミスタップじゃなさそうだな。で、流れないように外周のスーパーバーバリアンとか合わせてキングを外周に向かわせないような形も取っていきます。まあ、レイジター発動してるんで、これは、オーバーグロー真ん中じゃないんだ。真ん中に寄せていくの、こっから無理よ、それは。キングだけ入ってった、エルラ。まあ、ルートライダーは全部ね、それましたね。キングだけが内側入っていきましたが、さあ、これガントレットで、どこまで伸ばせるか。壁を破ってくれたことで、ロイヤルチャンピオンとペッカ部隊もそっち向かってくれつつ、その部隊が反対マルチ IT のところまで、で、オーバーグローが溶けていきまして、ここはフリーズを当然かけていきます。で、クローク打ってタウンホール速攻で突破見つつ、ロイヤルチャンピオンから出てきたホグたちも、この辺、ヘイスト薬で駆け抜けていく。で、裏から投石のターゲットを取りたいので、スーパーバーバリアン入れて、あとはユニットの暴力で押し切っていく状況、ツンヨ。オーバーグロー、慌ててタウンホールに打ったみたいな使い方だったけど、持ちましたね。キングが内側入ってくれたのがやっぱ大きかったな。まあ、オーバーグローで隠したいような火力の高いところにね、ガントレット出せたいですね。さあ、ジーマ、こちらもルートライダー編成。まあ、真ん中に入らないように防衛施設、なんかこういうね、空洞を作ることで、ルートライダーが外周部の、水と迫撃、対地、マルチって言って、モノリスがずっと残るみたいな感じ。反対サイドもダミー壁で真ん中残るみたいな区画なんですけど、気にせずやっていくと。そうするとなんかバルーン出すときみたいになんか時間差ルートライダーとか作ってもいいのかもしれないね。一気のトーム、ナイス。で、防衛軍はドラゴン採用です。まあ、クイーンを外周行して6時歩かせてるんだけど、そうするとこのドラゴンをね、殴れるユニットいないでしょってところなんですけど、その代わりにポイズンリザードしっかり入れてることによって、ここはポイズンリザードがドラゴンを処理してくれました。ポイズンリザード採用偉いですね。今は結構ロイちゃんに使わなくなったね、ディギーをオーデンにつけるっていうやり方が流行ってるので、
ていうか防衛援軍がアイゴレだったら絶対にレギーのが強いんですよね。その辺考えるとちゃんとポイズンリザードをね援軍対策にしっかり入れてるっていうのはかなりいいケアができてたんじゃないかなと思います。クイーン内側入っちゃいましたね。外側待ってほしかったプランニングだと思うんですけど、まあそれはそれでいいかって状況。ただガントレットしっかりタウンホールまで残しておいたので、タウンホールはキングのガントレットで飛ばしつつ、本来クイーンが外周流れてくれてるので、まあクジが残ったところはクイーンが回収するプランだったんですが、内側入っちゃったので取りづらくなっちゃってますね。多少時間も伸びていくところですが、前回までは火力的に押せそうというところ。サンヒーローとペッカバーバリアンが残って、クイーンは無駄な壁殴り。いやーちょっとこれ長くなっちゃうなあ。クイーンが殴る壁を変えてくれた、えらい。で活用、うん、なんとか間に合っていく。まあ、今のクイーンの気分次第でだいぶ時間も変わったところでしたね。バーサスタルトライダー編成、まあ、これも同じような理論でダミー壁を作ることで外周防衛施設の方に流れていくっていうような配置を、まあ、いろんなところで使ってますね。こことか、まあ、昔からダミー壁って強いんですけど、まあ、今はルートライダーとして、ルートライダー対策としてね、ぐるんぐるん回すように使われてますね。まあ、ホグとかバルーンをね、外周施設にぐるぐる回す回路陣みたいなのを通常の配置にも少し採用することで機能させていこうというようなやり方ですが、ここも真ん中の方からルートライダー一気のレイジホグじゃない、レイジトームをかけそうですが、ここはフリーズかけたのでトームはまだ打たなそうですね。レイジも打たない。さあここで左の、そうですね、ここでトームかけたいけどかけないの。いいえ強気。今このシングル IT を殴ってたルートライダーにトムかかるように打てたらいいんじゃないかなと思ったんですけど、さあアイゴレドラゴン、ドラゴンの方を殴れるユニットがいないので、これドラゴンが無双していきます。投下兵舎から出てきたウィザードがドラゴンに触りに来ちゃうかな。頑張れドラゴン。さあロイヤルチャンピオンに気づかれてしまった。タウンホール区画がここから現れていきます。ポイズンの方は外側の施設にかかっていきました。外側のユニットたちに、うん、ダウンポイズンくるくる。ロイヤルチャンピオンこれで結構落とせそうかな。うん、フォックスから解かせたのでロイちゃん能力使っていきますが、これは厳しいですね。これどうだろうね。ガントレットクイーン、クロークがまだ残ってる状況ですけど、クイーンこれ外流れたら相当渋いですね。これ一度フリーズをかけてここは守っていきます。あー祭壇で内側行く。あキング帰ってきちゃった。それは天才ムーブだ。キングこれは天才すぎるな、そのムーブ。あーしかもなんかルートライダーが天才的穴開けを披露していく。これによってキングもクイーンも、いやキング入ったの強いなそれ。まあ12時のアーチャーターとかその辺が触りづらくなってる状況。 D ギーがここでで、うん、ここも。これはじゃあヒーラー人形ついてるのかな。そうだね。なんとか持ってかれていく。クローク使ってヒーラー生み出しますが、まあ、キングが HP 回復。そこの壁意味なくない？あんまり。キングが殴ってる壁、付け根殴った方が意味あるでしょ、クイーンさん。どうだ？キングがただ。壁も殴っていってクイーンの方も気づきまして、そちら合わせて破壊です。ただタイムの方は相当時間使いましたね。まあ、もうちょいで全開じゃなく防衛が取れそうっていうようなアタックだったんだけど、キング帰ってきたね。さあガク、お、ドラグバー、なるほど、ドラグバー快速クロークでヒーラー生み出し、サンジにはキング。昔ながらの懐かしドラグはですね、タイムえぐいな。こっから1分で全開なんすか、全開かどうかわかんないけど終わるんですね、アタックが。で投下兵舎を12時にこのタイミングで置いていく。でドラゴンパートが4時からスタートしていきます。まあ、マルチアーチャーターがコウモリね、いいですからね。で中心部マルチ IT2 連とかあの辺いろいろあるところ、まあ、両サイドカットしてるので、まあ、しっかりこれドラゴンが内側入ってくれていいですね、強い。まあ、トームもそうだね、打ちたいところ。
めちゃくちゃ強いな、このトム。で、ドラグバが、を、ウィズトのタグをね、ロイちゃんで取ってるので、ここは、そうか、消えないようにディギー採用なのね。なるほど、なるほど。タンホールの方も、なんとか落としきって、あとは数がすごい。これ、ぶっ刺さりやな。このドラグバ強え。めっちゃ強いな、このドラゴン。あー、うまい。これうまいな。あっという間のボコボコ全開で、いい全開でしたね。さあ、ルートライダージャンプ型、9時にキングを誘導した。そう、ルートライダー1機のスタートで、まあ、トーム打ってもいいんじゃないかな。どうでしょう。打たない、ジャンプ打たない。多分打った方がいいんだよな、これ。まだ打たない。会えますね。ここでトームかけていきます。だいぶ我慢して打っていきました。投下弊社。まあ、今日の対戦、すごいずらして投下弊社を置くのが多いですね。1個前の対戦でもそうだったんですけど、まあ、やっぱり時間勝負とか考えると、まあ、一度にね、いろんな角度から攻撃をすることができれば、回収的にもいいですからねっていうところで。ただちょっとやっぱダミー壁の効果あって、ルートライダーが真ん中進まないですね。いいね。ストライカーとかキング当てればいいのにとか思うんですが、さあクイーンの方はクローク裂いてフローズンアロー型。これ真ん中残るかな。レイジも1枚、ロイヤルチャンピオン能力使っている。ウォーデンも消えて、タンホール孤立残っていって、これは星1ナイス防衛。まあ、ダミー壁強いっすね。ルートライダーがぐるぐる回る形を取っていって、ナイス防衛。強い。レイジも一応残ってるんだけど。言うても初手トームの、ちょっと被弾受けつつ全方位向かうとこ、トームがやっぱ一番強い気するな。さあ、カズマくん。ルートライダー66のスーパーババリア22とかなり多いですね。でレイジ5発。お、だ、え、ファイムの方は58倍。え、いきなりキング、バチミスタップでしょこれ多分これえ、そんなことある。さすがにミスタップ、これはさすがにミスタップかな。ウルトラミスタップでしょそれは。ミスタップじゃないんだとしたら、もう時間のことしか考えてないクレイジーなアタックですね。前回よりも時間のこと意識した初手キングだと思うんですけど、稼げるの2、3秒だからな、それでも。確実に前回取れる方がいいので。いや、でもすごいスピードで進んでますね。オーバーグローもないので。いや、すごいな。スーパーバーバリアンも裏からどんどん回収を入れていって、ウォールブレーカー穴開けをしてクイーンの道も作っていきつつ、東海飛車から出たスーパーガーゴイルも回収に加担していって、はい、あっという間すぎる。やば。59秒。やばそう。YouTube のあれ、チャプターすごいことになってない多分。めっちゃ細くなってない YouTube の。アタックいくつかわかんないけど、すごい細いアタックになったでしょ、これ。投下弊社、ルートライダー両サイド置いてというところ。この配置もね、ダミー壁作って、ルートライダー流れるように設計されてますね。で、3時に、戻していって、真ん中オーバーグロー、一気のレイジドームをかけていきます。で、防衛軍は、アイゴレプラスのドラゴンっていうのを採用してますね。昔はスーパードラゴンとかもね、採用されてたところだったんだけど、まあ、アイゴレも一緒に入れてった方が、こうしてね、腐らないっていうところで、まあドラゴンも強いし、アイゴレも強いしっていう両方のね、いいとこを採用した援軍セットになってるのかなと思います。まあこの編成しか見てないんでね、みんな。まあ当たり前だけど、今の編成、今の時代ね、この編成以外対策する必要ないレベルまであると思ってるので、まあ、クイヒーでこの援軍だったらくっそ美味しいなと思うけど、まあ飛んでこないんでね、今の環境で。あとはロイヤルチャンピオン能力とフリーズが残って、レイジの方ロイちゃんに咲いてる状況。最終区画は10時なんですが、ルートライダーの状況ですごい残ったんだね。
ヒーローもね、ロイちゃんとクイーンが処理しづらいような配置になってて、まあ、今回もこうしてロイちゃん残ってたり、下側ではね、クイーンがめっちゃ頑張ってペッカ2体とかしたりとかしてたんですけど、まあ、それでも仕切られちゃうかって感じです。やっぱ、ルートライダー止めるためにはこうしてオーバーグロー、まあ、使われちゃうんだけど、ダミー壁使うことでね、ルート取り難しくさせるっていうのが強そうですね。またナビラストアタック星3、ルートライダー編成。オーバーグロー型です。さあここ3時からクイーン使いつつキング投下兵士は、キングもここ使っていくの珍しいですね。早めのキングでガントレットの方も中心部というよりはサイドカット用のキングとして使ってみたいなイメージなんですかね。こんなに被弾受けてるのにまだキングこれレッドゲージ普通に残ってって、トームかけることでこれもキングのガントレットを内側まで温存、いいレイジトームですね。で中心部の方をオーバーグローで隠していきます。タンホールも当然隠していく。でオールブレーカーはもう使ってるんですね。左サイド投石のところに穴開け、クイーンの方へには穴開けは使わなかったですね。うん、タイミング合えばクイーンがこのルートライダーの穴開けと一緒に向かってくれるところだったんですけど、戻って反応していく。でスーパーバーバリアンが上から左からと回収して裏側の施設を削るような形をとって、まあ現れたタウンホールとか真ん中の区画にね戻ってくれるようにユニットを誘導していきます。残してたレイジ2枚で、うーん強いねみんな強い。回収しきっての全開ガーサス、いやー強いなー、いいアタック多いっすね。ガクのドラグバもめっちゃ良かったけど。さあ71天才のラバルラストアタックです。どこに打つのか。マックオン、ルイちゃんか、クイーンかロイちゃんかなって言おうとしたところでロイちゃんでしたね。さあジャイアントからのおう2ヒールを使って、まあ、まっすぐ入れていくような状況。あ、1回入れるにはちょっと遅かったですね。さあガントレット壁越し殴るだけであの辺防衛施設飛ばしていく、理不尽すぎる、ナイスガントレット。でアイゴレドラゴンという防衛軍が出てきています。うん、先にこれはクイーンが落とすことできましたね、超団体砲の方。黒く打ったらこれはヒーラー人形飛んでくるやつですかね。ヒーラー人形とフローズンアローでね、クイーンの弾が違うからね。個人的にはフローズンアローの弾の方が好き。今までのね、ヒーラー人形の、クイーンとヒーラー人形の弾がなんかちょっと分散の散弾銃みたいであんま好きじゃないんだよね。弱そう。フリーズ打ったけどタウンホール全部壊れているので、から芝フリーズになってしまう。さあどうだ、ロイヤルチャンピオンがシングル捕まったのでここは溶けていって、あとはバルーンのゴリ押しで押せるかどうかというところですが、うーん残った施設がもう単体の施設だけでウィズドがあるんだけどって状況。頑張れるかシングルですが、ここヒーラーをターゲット、デスラ大工中心部、これは数で押せそうですね。クイーンの方も壁割って合流してきました。うん、結構減った感じはあるけど、それでもまだまだバルーンは5、6体ぐらい残ってるかな。ナイス展開。はい、というわけでね、終わりました。15対13というところで、まあ、カズマくん59秒全開だったり、ガクのアタックも1分ちょっとで ね、すごいドラグバ入ってたりと、まあ、今の環境で一番ぶっ刺さる形をね、ルートライダー以外でもガクとかね、選べてたのすごいなと思いましたね。まあ一応ね、タイムの確認しとこうと思ったらね、カズマくんの右側見ていただければ58って表示されてるんでね、58秒全開という形でした。1秒縮めましたね。まあ無事ね、世界大会予選のね、月予選の方も突破して、あとはファイナルの方に進むという状況にね、ナビは進んだんですけど、まあ、やっぱ仕上がってる感じが見て取れるかなっていうところで、この人たちやっぱクラクラうまいですね。はい、というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。すごいな、録画時間がすごい短い。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でしましょう。さよなら。